とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もですね、妖怪学園 Y、YY 学園生活やっていきます。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はですね、のづちかを使って、ちょっと実験をしたいと思うのよ。何の実験かっていうと、防御力を限界まで上げると、ラスボスの攻撃、耐えれるのか、どうか。これをやってみます。ラスボスのね、最強の技、コンバットラッシュってあるのよ。あれを、もろに食らっちゃうと、まあ即死なんだけども、どれぐらい耐えれるのか、やってみよう。とりあえず、のづちか、防御力、めちゃくちゃ上げて、2593。2593よ。どうだろうね。ちなみに防御力の他に、鉄壁をつけて受けるダメージは 10% カットしてある。で、最新式宇宙服でクリティカルは受けないっていうことなのよね。で、ジョブだよね。ジョブは、エキゾチックジャパンをしてます。攻撃を受ければ防御力が 2% 上昇だね。これ全部のレベルを上げ、てますので、一発食らうと 10% 防御力が上がる。うん。10% 防御上がる。どうなんだろうね。で、攻撃を受けた時に、10% 攻撃がダウンするし、20% の確率で火ダメ 50% ダウンなのよ。まあ、とにかく防御特化にしたのづちかだね。行ってみよう。どうなることかな？さあ、ボス来たけども、どうだろう？道中の敵からは、2桁ぐらいダメージ食らう。どう？わ、全然食らわない。全然食らわない。え、マジで？結構普通にね、4桁近くいく感じなんだけど、ダメージ全然食らわんねえ。おう。え、これはなかなかすごいぞ。あ、しかも俺まだ飯食ってないやん。飯食うと多分相当いくよ。いけ。おお、全然だ。めちゃくちゃ耐える。なんだこれ。防御力半端じゃない。え？まあ、ムチムチムチでちょっと攻撃力下げると、こんぐらいか。いや、全然食らわないぞ。これは強いね。やっぱのづちかは万能だわ。ああ、万能。このキャラクターはほんとすごい。いやいや、HP もね、バカみたいに高いからね。バカみたいに HP 高いから。え、どんぐらいあったっけ ?7000 超えとるよね。HP も高いから、まあ、もしも次、超高難易度クエスト来ても、絶対死なない。うん、絶対じゃないかもしれないけど。まずもって死なないね。ここまでタフなやつはなかなかいないから。よし。攻撃力も、まあ低いって言っても、全然こいつは倒せるぐらいの攻撃力はあるね。よし。これ、防御力もっと攻撃食らいに食らいまくって上げるとどうなるんだろう。いや、そうでもないか。10% だからね。そんなもんか。最大どんぐらいなんだろうね。まあ、アルマゲドゥーンを、ちょっと、食らっちゃおう。よし、ちょっと防御力も上げて。おいおい。シンドーベルの攻撃、そんなもんかよ。え？コズミクラッシュ？こんぐらい？全然食らわない。あれ、普通のキャラが食らうと即死だからね。即死攻撃級を3桁。やばすぎ。これは耐えれる。あ、そうか。しかも俺、気候つけてるからか。あ、ちょっと攻撃力が今下がってるね。振動ベルは。これじゃダメだな。これじゃダメだから、ちょっと、攻撃力が元のまんまの時に、やっちゃおう。いやー。にしても
にしてもすごいわ。ちょっとムチムチムチは攻撃力下げちゃうから。あ、間違えた。間違えた。まあいいや。攻撃力が下がった状態でどんぐらいかちょっと見てみよう。はい、食らいまーす。200! 嘘でしょ !200! え?マジで?普通にね、なんだろう、2、3000食らうけどね、普通。軽く2、3000で食らっちゃうんだけど。いや、まあまあ、攻撃力落としとったからね。ありえる、ありえる、ありえる。いや、ありえるのか。ああ。でもなんか今思った、これ攻撃特化の時のノズチカって相当強いんだな。ダメージが全然違う。ダメージがほんと違うよ。おう、通常攻撃で4桁必ず与えてたからダメージが2倍違うな。倍違う。ってことはこの必殺技も威力が倍違うもんな。まあまあ向こうはね回避をずっとやらなきゃいけないっていうのがあるからあれだけど、にしても攻撃力倍違うってだいぶ違うじゃん。だいぶ違うよ。本気状態になった時のアルマゲドゥーンももしや全然食らわないとかありえるね。あ、ちょっと待って、これ攻撃力そのまんまのアルマゲドゥーンだね。どれぐらい食らうか。はい、500! 全然かすり傷程度だわ。はい、だいぶ減らしたね。ちょっと時間かかるわ。さあとりあえずダメージどれぐらいなのか見てみようか。おお、いい感じにアルマゲドゥン来てくれた。さあダメージを見てみよう。よし、来い。837、すげえ。本気の方よ、これ。本気の方のやつも、待って。全然、コズミッククラッシュも、余裕だわ。で、しかもさらに、この攻撃力を下げちゃうと、もっと効かんでしょ。どんぐらい?あ、いや、一緒ぐらいか。まあ、まあ、防げる限界ぐらいなんだろうね、あれが。余裕。え、マジでこんなになるか。おう、ラスボスって結構気をつけて戦わなきゃいけないけど、全然気をつけなくていい。おう、普通の敵と同じ感じで戦える。防御特化のずちかはやばい。はい、ということで今日はですね、のずちかの防御特化を使ってみたんだけど、すごいね。ものすげえ防御力。すんごい。あの攻撃をあれぐらいのダメージに抑えるって、ありえない。うん、今までのキャラでは。これはすごいね。おそらく次の超高難易度クエストのボスがいたとしても、全然耐えれると思うよ。楽勝で。はい。まあ、とりあえず、こういう感じです。やってみたい方、やってみてくださいね。では、また出していきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。それでは、ご視聴、ありがとうございました。そいや。